ほら、目線を上げて。私の手、絶対に離さないでね。銀世界って言葉、好きなんだ。ゲレンデの視線を独り占め。このスバ。スイスイ滑ってる人もジャンプしてる人もいる。氷の上ってあんなことできるんだ。可愛く滑って注目されるエリカちゃんが目に浮かぶわ。ささ、早く滑りましょう。この歯がついた靴を履けばいいんだよね。とバランス取るだけでも結構難しいな。何を弱気になってるの？見てなさい、この私がすぐにスイスイっと滑るからって、はぁ、あさん、大丈夫？あー、転んじゃった。エリカちゃん、痛くて立てな。くない。立てる。え？この服のおかげね。モコモコだから全然痛くないわ。転んでも立ち上がれる可愛いエリカちゃんでいられるわね。よかった。じゃあ、気を取り直して、滑れるまで一緒に頑張ってみない？もちろん。でもその前に、可愛く転ぶ練習していい？転ばない練習をしよう。いくよ、3回転ジャンプ。綺麗。思わず見とれちゃうわ。クリスにこんな才能があったなんて。これでも盗賊だからね。身軽さには自信があるのさ。でもクリスだけスイスイ滑れてずるい。私だって可愛く滑ってみんなから注目されたい。エリカさん、じゃあ私が手を引いてあげるよ。こうすれば一緒に滑れるでしょ。本当だ。風が気持ちいい。ありがとうクリス、想像以上に楽しいわ。楽しんでもらえて何より。それじゃあもう少しスピード上げるよ。くぅ、思わず見とれちまった。あの二人、どこを撮っても絵になる美男美女だな。颯爽と表情をかける姿、まるでお姫様と王子様ね。私たちみんなに注目されてるみたいね。きっとエリカちゃんが可愛すぎるからだわ。なんて罪な女。お姫様と王子様だなんてちょっと恥ずかし。ちょっと待って、王子様ってどっちのこと？お姫様は当然私のことだから、王子様はクリスじゃない？え、そんな。いやー、ナイスはあいつみたいなスマート銀髪イケメンに生まれたいぜ。銀髪って私のことじゃない。そこの君、勘違いだからね。私は男じゃないからね。いいじゃない。だって今のクリスが王子様みたいにかっこいいのは事実よ。